朝ですか。何やらもげたさんが、以前に見ましたもげたさんが夢に出てきたような。すみません、寝ぼけていました。おはようございます。本田トールです。はじめまして。相馬のお家に居候させていただいてから2度目の夏がやってまいりました。そして今は夏休みの真っ最中。お家の中はいつもにも増して元気で賑やかです。さてさて、今日は早起きなのです。なぜなら登校日だからなのです。早速朝ごはんを作らなくては。それでは皆さん、今日一日よろしくお願いいたします。 CD ドラマ高谷夏樹原作フルーツバスケットの始まりです。もうすぐ炊き上がりますし、お惣菜もできましたし、お魚もあと少しで焼き上がりますし、はい、準備 OK です。もう一品ご用意した方が良いでしょうか。確かここに、あれ、ここに入れたはずなんだけど。おい、何やってんだ。あ、京くん、おはようございます。お早いですね。やはり今朝の修行。そんなことはどうでもいい。後ろ、なんか焦げてんぞ。そう言われますと、なんか香ばしい香りが。うわー、お魚が焦げています。大変です。大丈夫か。はい、なんとか。しょうがねえな。おはよう。あ、しぐれさん、おはようございます。香ばしい香りがするね。これはあれだね、例えるなら何かが焦げまくっている香りだね。焦げてんだよ。ああ、そうなの。すみません、でももう大丈夫です。お魚も無事ですので。いえいえ、トール君、焦げたとしてもケセラセラさ、全部京君が食べてくれるから。ちょっと待って、こら、なんで俺が。ジョークですよ。 This is a joke。 いちいち言われたことを真に受けないの。ほらほら、ぼさっとしてないで、京君も手伝ってあげなさい。ちあ、平気です。もうご用意できますから。でも今日登校日でしょ。あんまりゆっくりもして。そういえばゆき君は。またどうせ寝てんだろ。低血圧のブドウかなんざ聞いたことにいいよ。おはよう。あ、ゆき君。噂をすればだね。おはようございます、ゆき君。今日は登校日。香ばしい香りがする。え、例えるなら何かが焦げまくっている香り。あ、はい、お魚が。ゆきくん、これは思いっきり寝ぼけてやがる。顔洗ってくる。ああ、そっちは洗面所ではないです。何やらフラフラしています。危ないです。本当に低血圧だよね、ゆきくんは。起きなさい。そのまま壁にぶつけっちめい。ゆきくん、よっしゃ。正面から行ったね、壁に。ゆきくん、大丈夫ですか。意識はございますか、ゆきくん。ざまねえや。ばっかじゃねえの。ご自慢の女顔も台無しってな。だって。うるさいバカ猫。耳元で騒ぐなバカ猫。起きた、ゆきくん。またバカ猫のバカ声で目が覚めた。最悪。きょうくん、大丈夫ですか。どうしましょう。てめえ。俺のことバカバカ言うんじゃねえ、このクソネズミ。本田さん、おはよう。今日って登校日だよね。遅刻しないようにしなくちゃね。え、おい、仕方すんだ、こら。なんだよバカ猫。バカじゃねえ。だってバカだろ。バカじゃねえ。バカだ。バカじゃねえ。お二人ともなんだかね。バカ猫が。はいはい、じゃあお前はバカじゃない、バカじゃないな。はいはい。クソネズミ、もう勘弁なんねえ。今日こそお前をぶち倒す。ああ、うざった。行くぞ、クソネズミ。退屈させるなよ、バカ猫。バカじゃねえ。始まった。よく飽きないね、毎日毎日。しぐれさん、止めましょうよ。おい、二人とも打ち壊すのだけはやめてよね。いえ、そうではなくて。あ、そうだね。おい、二人とも、もうそれぐらいにしておきなさい。じゃないと、トール君にチューしちゃうぞ。やめろ、変態。
止まってくれました。さすがです、しぐれさん。いやそんな嘘だしぐれ、てめえ今マジで言っただろ。いやそんなどっちだよ下劣。まあまあいいじゃないですか。とにもかくにもご飯を食べて元気に学校に行ってらっしゃいな。そうですね、このままでは本当に遅刻してしまいますし、ゆきくん、きょうくん、お食事にしましょう。そうだね。くそー、朝っぱらからムカムカする。夏休みももう残り半分ですね。今年はゆきくんに宿題を手伝っていただいて本当に助かりました。ありがとうございます。いいよ、気にしなくても。バイト待って大変なんだから。それにしてもみんな結構真面目に来てるね、登校日に。そうですね、おーちゃんはお休みしていらっしゃいますが。トール！あ、もみじくん！トール、元気だった？ゆきも！はい、元気でした。もみじくん、汗びっしょりです。トールに会えるのが楽しみで家から走ってきちゃった。ハル、こっちだよ。ゆき。あ、初ハルさん、おはようございます。ハル、いつもの調子なんだか暑さでバテてるんだかわからないよ。もう少しちゃんとしなって。トール、トール、今日一緒に遊べる？ごめんなさい、今日は夕方からまたバイトがありまして。そうなんだ、トール大変。久しぶりに会えたのにね。あ、そうだ、じゃあお昼は？今日は午前中で終わりでしょ？お昼は一緒に食べられる？はい、もちろんです、食べましょう。はい、やった。あのね、あのね、僕ね、食べてみたいものがあるの。テレビでやってたの。流すの。流すの？投げしそうめん。流しそうめん。あ、そう、流しそうめん。流しそうめんって、あの？あのね、すっごい長い筒にね、そうめん流して、みんなで助け合うの。救い合う。それがね、すっごい楽しそうだったの。僕、あれやったことないの。もみじ、あれは一般家庭でできるものじゃ。私もやったことがありませんです。え？私もぜひやってみたいです。私も以前テレビで見まして、とても楽しそうだと思っていたのです。あ、いや、だから本田さん。あれは普通一般家庭でやるものじゃ。やったー、決まりね、決まりね。じゃあしーちゃんちを借りてみんなでやろう。ハルも一緒にやるでしょ。うん、いいんじゃない。そうですね、ではしぐれさんにぜひお願いしてみましょう。あの三人とも。あら、そうめんを食べるの？ぐ、花ちゃん、おはようございます。おはよう、トール君。夏はやっぱりそうめんね。びっくりした。でもそうめんは綺麗な水を使わないとダメ。喉越しが全然違うわ。カルキ臭いなんてもってのほか。花島さん、つゆもできることなら手作りがいいわ。もちろんだしはカツオだし、結局あれが一番しっくりくると思うの。そしてよく冷やしたつゆとともに同じく冷えたそうめんを食べる。夏ならではの味覚よね。もしかして花島さんも食べたいの？あ、そうなのですか？でしたら花ちゃんもご一緒にいかがですか？ごめんなさい、トール君。今日はあまり電波の様子が良くないの。電波の様子？電波の様子って？そうですか、それは残念です。ですが良くなった場合はぜひぜひご一緒しましょう。ええ、その時にお邪魔しに行くわ。それじゃあトール君、またね。何だったんだろう。そうめんが好きなんじゃないの？わあ、そうだ、トール。今日にもこのこと話しておこうよ。そうですね。それでは早速、京くんもお誘いしに行きましょう。行こう行こう。え、もうやること決定なの？だからね、今日、あのね。ああ、もう、朝っぱらから耳元でギャギャ騒ぐな、このガキ。俺は今日は機嫌が悪いんだよ。今日はいつだってご機嫌悪いじゃない。また雪に負けたの。うるせえ、用があんならさっさと言え。そうめんが何だってんだ。あのですね、今日のお昼に皆さんで流しそうめんをしようということになったのですが、京くんもぜひぜひご一緒しませんか？ご一緒も何も、しぐれんちでやんだろ。はい、まだしぐれさんからお許しはいただいてませんが。だったら必然的に俺もそこにいるってことじゃねえか。いちいち聞くなよ。ったく、春はともかくもみじもいるんじゃやかましくてしょうがねえ。しかもなんで突然流しそうめんなんだよ。
ああいう腹にたまんねえもん食って意味あんのかよ。水っぽいだけじゃねえか、流しそうめんなんざ。何が流し、流し流し流したら流しのことか。そう、流すの。そしてすくうの。お前らな。そうめんにはわさびがよく合うと思うの。花ちゃん、さっきはどうもです。我が家ではわさびを入れるのが常識なの。ともすると単調な味になりがちなそうめんもわさびを使うとアクセントがつくし食欲も湧くわ。もちろんわさびはすりたて、香りが違うわ。チューブ入りのわさびなんてもってのほかよ。それじゃあね、トールくん。はい。なんだあの電波女。だからそうめんが好きなんじゃないの。というわけでして、今日のお昼は皆さんとご一緒にぜひ流しそうめんをしたいと思うのですが、よろしいでしょうか、しぐれさん。よろしいではないですか。みんなで仲良く元気よく若者らしく楽しんでください。やったー。ありがとうございます。お、本当にやるの。マジで。おやおや、どうしたんだいそこの二人。かつおだしを効かせたおつゆにあの白くて繊細なそうめんを浸して食す。これこそが夏の醍醐味、流しそうめんの醍醐味というもの。うんうん、やっぱり夏は冷たい流しそうめんなんですよ。そう、流し、流し、流しってもしやあの流し？そう、流すの。そしてすくうの！突然ですが、ここで小話です。よろしくお願いいたします。本当に突然だなおい。いや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 、しかしあれだね、音だけの世界というのは素晴らしいことだね。なんかまたくだらないことを言おうとしている。何が素晴らしいことなのですか？それはだね、そうだ、バカで間が悪くて意地っ張りでユキ君との喧嘩に負けっぱなしのキョウ君を使って実験してみましょう。おいてめえ今なんつった？トール君。はい。キョウ君を。はっ。ええ、トール君ナイスキャッチ。しぐれ。このいきなり何しゃあるこら。ほら、ほらほら、キョウ君は今猫になってしまったというのに音だけじゃ全然わかりませんね。音だけでは何の変化もありませんね。確かに全然わかりません。そうでしょ、そうでしょ。これはもう語尾にそうだにゃーとか困ったにゃーとかつけなきゃ変身したなんて誰にもわからないよね。つけてもただの変な人だしね。つまりはこれで相馬の問題が一つ解決してしまったということだよ。こんな素晴らしいことが他にあろうか。いいやない、こんなことならもう初めから音だけの世界に住んでいればよかったね。あはははは。なるほどです。納得すんなアホ。はあ、バカだ。ただいまです。ただいま。一応そうめんは買ってきたけど。つゆは僭越ながら私が作らせていただきますです。ほんとほんと、はぁ、やったー、楽しみ。そうめんとつゆはいいけどよ。ででとは道具だよ道具。流す道具はどうすんだよ。道具。あぁ、どうしましょう。あぁ、考えてなかったのか。そんな気はしてたけど。そういうのって売ってるものじゃないの？売ってるかんなもん。じゃあどうするの？できないの？流し。あのさ、なんだよハル。作れば。作る？なんかあるじゃん、いっぱい木とか竹とかこの家の周り。そう言われますと竹などで流しそうめんをしていらっしゃる人たちの姿をよくテレビで見ます。竹？竹で作れば流せるのね。竹か。でも作るとなると大変だと思うよ、硬いし。いや、だいたいそこまでしてやることなのかよ。普通に食えばいいじゃねえか。私頑張ります。は？どんなに竹が硬くとも皆さんとご一緒に流しそうめんがしたいです。ですから一生懸命作ります。いや、だから頑張る頑張らないの前に、私しぐれさんに何か切る道具がないか聞いてくるです。ファイト王です。僕も行く。はあ、頑張った。
しょうがねえな。結局本田さんには逆らえない二人だな。うわー、竹がいっぱい。涼しげですね。僕とトール、ユキ、キョウ、ハルって二手に分かれちゃったけど大丈夫かな。僕たちだけでいい竹見つかるかな。大丈夫です、見つかりますとも。あ、ほら、もみじくん、手頃な竹を発見しました。どれどれ。ほんとだ、これってちょうどいい感じ。いい、やったね、トール。はい、これならばそうめんも流れやすいかも、なのです。うん、早速切ろうよ、切ろうよ。では、しぐれさんからお借りした、じゃじゃーん、カッターです。カッター、これなら怪我しないね。はい、髪や紐を切るのにも便利です。では、もみじくんはそっちから、私はこっちからということで、頑張ろう！頑張りましょう！のどかですね。のどかだね。どんな竹がいいんだ？やっぱりまっすぐである程度太さのあるやつがいいんじゃないかな。うん、流し台に使うんなら竹の足場だって必要だろ。まさか上から吊るすわけにはいかねえんだからよ。これなんかどう？細すぎだろ、長さも足りねえし。これは？なんか曲がってんぞ。じゃあこれは？太すぎだ、太すぎ。これ、それ電柱だろ。ハル、それ折ったらここら一体停電になっちゃうよ。おめえもうちょっと真面目に探せよ。それ相応の竹ぐらい見つけらんねえのかよ。つっかえねえやつだな。あ、はあ、今日そこら辺にしておけよ。つっかえねえにも程があるぜ、ったく。年がら年中ボケっとしやがって。もういい、お前そこらで指でも加えて待ってろ。今日もういいだろ。ガタ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 文句垂れ流しやがって、うるせえ。また春をブラック化させて、少しは学習しろよ。細けえこといちいち気にされんのが一番ムカつくんだよ。流せるんだったら何だっていいじゃねえか。さてな、潰して殺すぞ、タコ。あ、電柱が。やめろガキ、タッチ悪いにも程があんぞ、このブラックが。負けてばっかのバカ猫よりマシだ、バカ猫。今なんつった？バカ猫っつったんだよ、バカ猫。てめえ、もう一回言ってみろ。その横っつら変形させんぞ、コルは。ああ、お気に召さなかったか、子猫ちゃん。ハル、てめえぶっ殺す。ああ、もう悪路じゃん。そうめんの代わりにてめえ流すやな。上等だ、バカ猫。ほどの溝ができました。僕も。それにしましても、先ほどから遠くの方で騒がしい音がしますね。きっとユキたちだよ。たっくさん竹を切っている音だよ。あ、きっとそうですね。では私たちも頑張ってこの竹を切りましょう。うん。あれ、誰かこっちに来るよ。え、あ、本当です。あれはジョーク、カグラさん。また拳が軽くなったんじゃねえのか。弱々なんだよ。また山ん中こもって修行でもしろや、バカ猫。調子こばんなっつってんだろ、ガキが。今日こそてめえのクソ生意気な腹っぱじゃ叩き潰す。潰してみろや。おお、潰してやろう。大体なんでこの俺が竹なんざ切らなきゃならねえんだ。誰が言い出したんだ。バカか。お前が言い出したんだろ、ボケ。ああ、もう勝手にやってるよ、まったく。俺一人でこの竹まっすぐ切れるかな。自分で言うのもなんだけど、不器用だからな。ユキがそんなことすることはねえだろ。
怪我しちゃうぜ。お前な。春てめえ、俺との勝負ほっぽってんなよ。な仕事、あそこのバカ面にやらせりゃいいじゃん。だから俺はバカじゃねえ。ん？なんだ？ひょーくん！あ、今なんか、おぞましい声がしたような。したな。あの声は。本田さん、もみじ。ゆきくん、今ここに神楽さんがいらっしゃいませんでした？あそこ。ああ。ひょーくん！せっかくの夏休みなのに、なかなか会いに来れなくてごめんな、うら！会いたかった！会いたかったよ！寂しかった！あたしも寂しかった！だから、こうして、やっと来て、やったぞ、うら！ありがたくお前をだ！うわぁ！あっ、京くんが！京が飛んだ。そのまま飛んでろ。あっ、京くんが！京が落ちてきた。そのままくたばれ。で打ち上げといて。オーラーラブキャッチ！うわっ！京くん、真っ先に私の胸に帰ってきてくれるなんて嬉しい。今日はずーっとずーっと一緒で、京くん。苦しい。びっくりしたです。あの二人もなんだかな。春、いつの間にホワイトに戻ったんだ？うわ、見て見て！あ、もみじくん、神楽が通った後、竹がいっぱい折れてるの！そうなのです。私もこれを道しるべに走ってきました。ほんとだ。でもちょうどいいね。切る手間が省けたよ。ちょっと折れすぎ。やったやった！この竹使おう！じゃあ、使えそうなのを見繕って、戻ろっか。あの、京くんと神楽さんは、放っておけば。放っておこう。ああ。キョーくん！こんにちは。ここでまたまた小話第2弾です。今回は神楽さんの登場です。いやー、なんか緊張しちゃうな。よろしくね、トールくん。こちらこそ。さて、神楽さんには手作りリュックの作り方を教わりたいと思います。神楽さん、よろしくお願いいたします。うん、任せて。あのね、私がいつも背負っている猫のリュックがあるでしょ。あれが手作りリュックなの。作り方は本当に簡単だから、みんなよーく聞いてね。まずは型紙を作ります。上手に可愛い猫の絵を描いてね。じゃあ早速、私も描いてみるわね。おい。わあ、神楽さんすごいです。いやー、そんな何やってんだお前ら。じゃあ次行くね。みんな好きな布を用意してみて。色とか素材も好きなものでいいんだよ。もちろん私のリュックはオレンジ色。京くんのお色ですもんね。うふーん、トールくん、もうそんなはっきり言ったら恥ずかしいじゃない。でも、そうなの、京くんの色なの、私が一番大好きな色。あー、いけない、脱線しちゃったわね。それで型紙に合わせて布を切り抜いていくの。こんな感じに。なるほどです。待てって。ここまでくればあとは縫うだけ。だから待てって。はい、出来上がり。嘘、一体何が出来上がったの、あの音で。あ、京くんいたの。いや、さっきからいたよ。見て見て、また猫リュックさんが増えちゃった。嘘つけ、あれは猫リュック作ってた音じゃねえだろ。でも全然困らないよ、だって京くんがいっぱいいるってことだもん。京くん、来て来て。
人の話を。どうでしたか、神楽さんの手作りリュック講座。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。聞けって。これでよし。お疲れ様です。あとは竹の中の節を削れば完成ですね。そうだね。おい今日お前も少しは手伝ったらどうだ。あのな、そんなに言うんだったらこのまとわりついてるやつなんとかしろや。誰？教訓にまとわりついてるやつって。お前だ。私？そんな、どうして？どうしてもこうしてもねえよ。さっきから首根っこに抱きつきやがって、うざって。第一、お前何しに来たんだ。邪魔しに来たんなら帰れ、さっさと。ガーン、キョーク冷たい。久しぶりに会えたのに、やっぱり優しくしてくれないんだね。泣くな。分かったから泣くなって。じゃあもうそしてひっつくな。これの節でも取ってる。ほらな、キョウくん。うん、分かった。節を取ればいいんだね。はあ、お熱いね。熱くない。しぐれはさっきから何やってるの。僕これだよ、これ。うわあ、竹のお箸です。ちゃんとみんなの分もあるんだよ。こっちにはほら、めんつゆを入れる容器だってあるんだから。すごいすごいすごいです、しぐれさん。器用です。いやー、それほどでも。人間一つくらいは取り柄がないとね。ゆきくん冷たい。タレー、タレー、ホース持ってきたよ。ちゃんと台所の蛇口につないできたよ。えらい。ありがとうございます。とてもえらいです。そういえば、もう昼過ぎてる。あ、本当です。もうすぐ流し台も完成しますし、そうしましたらそうめんを茹でて。でもこの節目取るの時間かかる気がする。そう言われますと、やはり硬いですからね。ですがここまで来たのですから、頑張って削ります。そうだね、頑張ろう。お前も手だけは動かせよ。今日不正なやってんだろ。君と一緒にそうめん食べられるなんて、神楽嬉しい。よかったですね、神楽さん。とってもお幸せそうです。わかる、トール君。やっぱり顔に出ちゃうのかな。やだ、なんか超恥ずかしい。竹を折るな、神楽。みんなで工作しているみたいで楽しいね。なんか僕、引率の先生になった気分だな。こんな先生いたら嫌だ。皆さん、早く竹の節を取って流しそうめんにしましょう。なあ。あ、はい、何でしょう。俺、言いたいことがあるんだけど。何？どうかした？この節取りのことなんだけど。飽きた。春、お前。言いにくいことはっきり言うなよ。でも僕もちょっと飽きちゃった。これって結構大変な作業なんだね。ですが、流し台が完成しないことには流しそうめんが始められません。頑張れよ、アコードたちよ。僕はここで君たちを見守っているからね。おめえ何のんきに新聞読んでやがんだよ。いや、僕もう年だし、足腰弱ってるし、箸と容器を作ったら疲れちゃった。安心しろ、しぐれには何も期待してないから。ねえ、キョウくん、竹ってことにこだわりすぎじゃないかな。あ？ほら、別のものを使ってもいいんじゃないのかな。例えば、プラスチックとかアルミとか既製の筒状のものを使えとか。それいい、簡単。お、待てこら、ハル。一番初めに作る云々言い出したのはてめえだぞ。覚えてんのか。ねえ、それってここまで作った竹の台はパンになるってことなの？それなんか嫌だな、僕。はい、ここまで頑張ったのですし。でもこのままだとお昼飛び越えて夕飯になっちゃうのも確かだしね。そうですね。そうだね。
じゃあ完成していない部分は神楽の提案通り代用品を使ったらどうかな。少し格好は悪いけど、それでも雰囲気は出ると思うよ。あ、それはいいかもしれません。それなら僕たちが作ったものも無駄にならないですもんね。ナイスアイディアだね。うん、ユンちゃんと私の合作アイディアだね。すごいいい教訓、私役に立った。褒めて褒めて。そんなに偉そうに言うほどのことか。褒めろっつってんだよ。苦しい。問題はその代用品をどうするかだけど、筒状のプラスチック、アルミ、日常雑貨品にそのようなものはないよね。あるよ。え、それってなんだい、ハー君。この家の雨どい。春、初春さん。やってくれた、やってくれましたよ、この子は。なんでみんなそうやって人の家を壊していくかな。はい、小話第3弾です。ゆきくんときょうくんがお客様です。今度はなんだ。よろしく、本田さん。はい、よろしくお願いいたします。さてさて、何のお話をしましょうか。え、決めてないの。おいおい。あのすみません、今考えるです。ああ、謝らなくていいよ、本田さん。じゃあ一緒に話の内容考えよう。はい、考えましょう。何がいいかな。何がいいでしょう。ああ、もう何だっていいじゃねえか。案ずることはない。ぐっ、あやめさん。いやあやあ、皆の衆、ご機嫌は麗しいかな。キョン吉は相変わらずとんがっているかな。その呼び方やめろって何回言わせりゃ気が済むんだよ。なんで兄さんが。感じたからさ。ああ、感じたとも。我が愛しの弟が困っている気配をね。でも、もう大丈夫。この僕が来たからには心配無用、ご意見無用さ。この僕がユキに力を分けてあげよう。いらない。そうかいそうかい、ユキの悩みはよく分かったよ。大船に乗った気でいてくれたまえ。いらないって言ってるだろ。ユキくん。さてと、で、僕は何をすればいいのかな。分かってないじゃないか。アーヤの声がする。しぐれさん。いやいやいや、グレさん、そうとも、僕だとも。こんなところで君に会えるなんて思わなかったよ。この僕を追いかけてきたのかい、アーヤ。バカだな、そんなこと言葉にしなくたって分かってるだろう、グレさん。よし、それはやめろ。頭痛い。でも真面目な話、まさかアーヤが出てくるとは思わなかったな。グレーさん、それは愚問というものだよ。なんたって僕だからね。僕だからこそできる技さ。とても説得力があるお言葉です。では早速、常日頃から僕が気になっていたことを発表するコーナーを始めるとしようか。何？いつから兄さんのコーナーになったんだよ。そう、今更ながらの話なのかもしれないが。聞けよ。無駄だってば。ユキ、今日これは君たちに対する意見なんだ。聞いてくれ。いや、これだけは絶対聞くんだ。ね、あやめがマジだ。真面目です。聞いてくれるかい、ユキ。いいけど。では話そう。いいかい、トール君がこの家に住み始めて何ヶ月になる。そう、もう1年以上になるのだ。裏若き男女が一つ屋根の下に住んで1年。それなのに、それなのに、なぜ、なぜ。お風呂でばったり。あ、どうしよう、ごめんなさい。いえいえ、こちらこそ、ごちそうさま。ハプニングシーンが起きないんだ。はあ、そういえばそうだね、起きないね。そうだろ、必ず一度はそんなハプニングが起こるのが世の常、人の常。平たく言えばお約束というものではないのか。それを何なんだい、何なんだい、君たちはやる気があるのかい。ちょっと待て。兄さん。不甲斐ない、不甲斐ないね。これが未来の日本を背負う若者の姿とは、はっきり言って情けない、恐ろしくなる。君たちはもしかしてバカかい。いや、今日は涙を飲んで言わせてもらおう。はっきりと、君たちはバカだ。バカはお前だ。あのそんなくだらねえこと言うためにわざわざ出てきたのか。情けなくなるのはこっちだ。しっけえな。この僕の勇気ある発言を称えるならまだしも、非難するとは、なんと愚かなことか。ああ、ここにトリさんがいてくれれば、
と僕に賛同してくれるだろうに、なぜいないんだ鳥さん。賛同はともかく、そうだね、母さんがいればマブダチトリオがここに揃ったのにね。トール君、僕は落胆して疲れたよ。お茶、お茶出して。はい、ただいま。本田さんを顎で使うなっていうか、帰れお前。葉はよく蒸らしてくれたまえ。帰れ。やっとかよ。なんでこんなに苦労してそうめん食わなきゃならねえんだ。でもその分立派な流し台ができたじゃない。立派というか、なんか長くない？30メートルはあるかもね。ああ、僕の家の雨どいも使われているからね。しぐれ、大人なら過ぎたことぐちぐち言うなよ。皆さんもお腹が空きましたでしょうし、早速夢の流しそうめんを始めましょう。うわーい、始めよう始めよう。ではスタート。あのさ、誰かが向こうからそうめん流さないと意味ないよね。キャハハじゃねえよ、流せよ誰か。お前が流せばいいだろう。お前こそ流せよ。 あのすみません、私が流しますので。なんでお前が。楽しみにしていた本田さんが流したら意味ないじゃない。まあまあ、交代で流していけばいいじゃないですか。交代交代。じゃあ一番最初は私が流してあげようか。え、よろしいのですか。うん、いいよ。京くん、私の流したそうめんしっかり受け取ってね。にゃろ、受け取るっつったんだよ。聞こえねえふりしてんじゃねえぞ。はい、わかりました。わかりましたから、さっさと流せ、ほら。任せて。あ、疲れる。わあ、いよいよですね。ドキドキします。ワクワクワク。いくよー。あ、来ました。わあ、面白いです。よかったね、本田さん。それはそうめんじゃなくて冷麦だよ。最近は見かけないけど、あれっておまけみたいで楽しいよね。それを食べた人は幸せになれるとか、両思いになれるとか。何バカ言ってるの。冷たい。ゆきくんの絶対零度のツッコミで僕の心はいつもひんやり冷えてくるのでございます。バカなことばっか言うからだよ。皆さん楽しそうですね。きょうくんは長いそうめんいかがですか。美味しいですか。うまいまずいの前によ、これ普通に皿で食った方が落ち着かねえか。世話しねえよ。そこがまたいいんじゃないですか。そういうもんか。ハル、あからさまに俺の前から取ってくなよ。全然食えねえだろ。雪が全然取れてないから。はい。ああ。不器用さんだからね。うるさいな。はいです、ゆきくん。これもお食べください。ありがとう、本田さん。いいえ。京くんにも、はいです。ああ。萌え萌え。だとてめえ、もみじ。ありゃりゃ、おかしいです。そうめんが止まっちゃった。本当だ。どうしたんだろう。かぐらー、そうめんが止まったよ。なんかあったのか。そうめんがもう切れてしまったのでしょうか。こういう場合は確かめに行きましょう。そうめんはやっぱり流しに。花島さん。花ちゃん、いらっしゃってたのですね。こんにちは、トール君。美味しいわよ、これ。サキちゃんがそうめんをせき止めていたのか。天賦の様子はもういいの？そうね、だいぶいいわね。それはそうと、このめんつゆ、トール君が作ったのね。やっぱりトール君が作ったものは何でも美味しいわ。そんな、ありがとうございます。こいつ、わざと流し台ができた頃見計らってきたんじゃねえのか。しかも自分用の箸とお椀まで持参している。誰？私の大切な友達の花ちゃんです。そうなんだ。よろしくね。よろしく。さきちゃん、こんなとこでせき止めてないで、あっちでみんなと一緒に食べようよ。あら、なんだか悪いわね。ごちそうになってしまって。もう食ってたやつが言うなよ。
あ、じゃあちょうどいいや。交代しよっか。今度は俺が流すから、神楽もあっちに行きなよ。ほんと？ありがとう、ゆんちゃん。じゃあ、きょうくんのお隣で食べようっと。ダメダメダメ！今度は僕が流すの。え？お前がか？わかってんのか、ちゃんと。わかってるよ。流せばいいんでしょ？任せといて。なんか不安だな。全然わかってないような気がする。私が流しましょうか。もみじ頼む。うん、頑張る。もみじくん、よろしくお願いします。私に気を使うことないのに。電波流されるよりはマシだ。行くからね。はーい、いつでもどうぞです。あ、これって、わあ、かわいいそうめんです。ちっちゃくて、うん、まるでうずらの卵みたいね。味もうずらの卵にそっくり。というか、これはうずらの卵だ。もみじ何流してるの？あ、もうやっぱあいつ分かってねえな。次行くよ。次は何？どす黒い。これは。チョコレート？もみじくん、チョコレートがお好きですもんね。うん、ですが、そうめんとはあまり合いませんね。そうね、ちょっと甘い。バカかお前ら、食うなそんなん。もみじ、ふざけてないでちゃんとやりだよ。これじゃみんな食べられないよ。あら、そんなこともないわよ。なかなかいけるわ。で、さきちゃん、なんだかんだ言って実は味音痴？ですね。スイカね。丸ごとそのままだね。バカか！そんなもの転がしたら流し台が壊れる。やめろ。結局流し台は壊れちゃったな。でもまあ、こうやって大勢で集まって一つの皿からそうめんを取って食べるってのものどかでいいね。ほんとほんとね。初めからこうして食べればよかったね。おめえが最初に流すっつったんだろ。うまい。おいしいわ。皆さんが帰った後なので余計に静かな気がしますね。そうだね。あんだけ騒がしけりゃな。流し台のお片付け、精が出ますね。おめえもちった手伝えや。いやー、年寄りは遠慮しとくよ。ったく、都合のいい時だけ年寄りぶりやがって。本田さんも疲れてるんじゃない？休んでいいよ。いいえ、楽しかった後のお片付けって私大好きです。こうお片付けしながら今日一日楽しかったことをかみしめていくと、そうするとちょっと寂しくて、でもそれ以上にポカポカした優しい気持ちになっていくのです。それって素敵な気持ちだと思うのです。そっか、そうだね。本田さん、楽しかった？はい、とてもとても楽しかったです。そう、じゃあよかった。俺にとってはそれが一番嬉しいよ。え？あ、ううん、なんでもない。京くんは楽しかったですか？うん。お前が楽しかったんならそれでいいんじゃねえの？すみません。京くんにはつまらなかったのですね。あ？ちげえよ。そういう意味で言ったんじゃ。え？はぁ、なんでもねえよ。またやりましょうね。うん、お前がまたやりたいんならな。はい。お母さん、今日皆さんとご一緒に流しそうめんをしました。きっとお母さんもしたことがないあの流しそうめんです。
結局流し台は壊れてしまいましたが、でも楽しかったことには変わりありません。皆さんが笑っていらして、そこに自分もいて、ああいった時間はきっといつまでも変わらない大切な夏の思い出になっていくのでしょうね。来年もあんな風に皆さんと笑えていたら嬉しいです。本当に嬉しく思うのです。お母さん、本田さん、そろそろ家に入ろっか。あ、はい。とにもかくにも楽しかった今日が過ぎてゆきます。でも明日もきっとまた楽しい一日になると思っているのです。なぜかと申しますと、明日も皆さんがいてくださるからです。ここまでよく聞いてくれたわね。最後に私からお礼の電波を送らせてもらうわ。おい待て、電波って一体何の電波？さあ何かしら。とにかくこの電波を受信した場合、それから3日後に何かが起きたり起きなかったり。どっちだ？それじゃ行くわよ。だからどっちだ！CD 終わり。しぐれさん、しぐれさん、しぐれさん。はいはい、おかえりトールくん。ただいま帰りました。しぐれさん、大ニュースなのです。ん？何が？すごいのです、素晴らしいのです。キョウくんが王子様なんです。あ、本田さん、それじゃ伝わらないから。ああ、ユキくんもお帰りなさい。ユキくんは魔法使いさんなんですよ。え？嘘、ユキくんって魔法使いだったの？それは知らなんだ。なわけないだろ、劇の話だよ。劇？あ、はい、そうなんです、劇の話でして。すみません、何やら嬉しくて舞い上がってしまいました。文化祭で俺たちのクラス劇やるんだよ。それの配役が今日決まったんだ。うわー。あ、どうされました？すごい、今白タイツ履いた京くん想像しちゃった。想像すんな。あ、京くん。トール、お前な。は、はい。なんで劇のことなんざしぐれに教えんだよ。こいつが知ったら面白がってネチ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 。おかえり京くん、タイツ履くの？こういうこと言うんだよ。こういうやつなんだよ。でも。そんな隠しておけることでもないだろう。諦めろよ、王子様。うるせえ、黙ってろ。ていうか君ら、そんなとこ突っ立てないで座ったら。そしてもっとその話詳しく教えて。はい、逃げない、キョウ君。ね、話せ、足。くだらん会話に参加するつもりはない。トル君、お茶入れよっか。みっちゃんから美味しそうなお菓子差し入れてもらったんだ。あ、はい、ただいま。差し入れてもらっておいて仕事はしないんだね。どうしよっかな、今日風邪吹いてるしな。お前はどこその大王か。参加するつもりは。で、落ち着いたところで話の続きだけど、演目は何なの？王子と魔法使いってことは。シンデレラです。ああ、なるほど。シンデレラね。隣のクラスは水戸黄門です。なるほど。水戸黄門ね。生徒会長さん、そのめちゃめちゃ開きのある演目の選考基準は何なの？全生徒に希望募ったらそうなったの。バカばっかだ、あの学校は。あ、やっと口聞いた。キョウ君そんなに嫌なら断ればよかったのに。断ったよ。だけどあのバカクラス、ちっとも人の意見を聞きゃしねえ。お前と一緒だ、しぐれ。八つ当たりしないでください。キョウくん。まったく、王子役が今日っていうのは満場一致の結果だったってのに、いつまでもそうやって抵抗してるのみっともないと思わないのかな。これ見よがしにうざいため息ついてんじゃねえよ。ユキくんは候補に上がらなかったの？上がりましたよ。ですが俺は生徒会の仕事もあるからね。
断った。そのしわ寄せがなんでか俺に来たんだよ。でも京くん、王子様役なんてすごいですよ。メインなのですよ。準主役なのです。師匠さんもさぞお喜びに。教えんなよ、絶対教えんなよ。でも教えんな。誰がそんなふぬけた姿見せられるかってんだ。よりによって師匠に。お喜びになりますのに。まったく照れやだね。やってみればいいじゃない。使い古されたセリフだけど、人生何事も経験だよ。で、一言だと思って。しぐれは何に対しても一言だろ。あれ、ていうかシンデレラ役は誰なの。あ、トールくん。え、まさかそんなわけはないです。違うです、シンデレラ役は花ちゃんです。え、マジで。マジで。そっか、シンデレラがサキちゃん、王子がキョウくんか。だから想像すんな。頑張ってキョウくん。頑張れ王子。キョウくん頑張りましょう。トールはともかく、今日ほどお前ら二人に殺意を抱いたことはない。それで。はい、それでとは。トールくんが何やるか聞いてないけど、何かの役じゃないの。あ、私は本田さんはママ姉、意地悪なお姉さん役。できなさそう。え、できねえな。できないだろうね。なぜですか。私一生懸命頑張るですよ。でもね、意地悪でしょ、嫌なやつでしょ。嫌なやつってなかなかどうして根性で決まるよ。そうだな、説得力あるな。なんで僕を見るかな、二人とも。根性ならお任せください。根性ならあります。多分お前の言ってる根性とは違う意味のものだと思うがな。頑張ります。海よりも底なし沼よりも深い最高級の意地悪をお見せいたします。ご期待ください。偉い、トルクは偉い。苦手なことにもチャレンジするその精神、美しいね。いえ、そのようなお言葉。おいおい、大丈夫本田さん。京くんさ、トールくんだってこんな前向きに、あからさまにできなさそうな役にチャレンジしようとしてるんだからさ、君も頑張んなきゃ王子役しろ。タイツしつけえな、てめえ。タイツから離れろや。あの、でも、クラスの皆さんが、あんなにたくさんの人たちが京くんを選んでくださるというのはすごいことだと思います。奇跡のようにすごいことだと思います。京くんが皆さんに好かれているという証です。来た来た、トールくんのかなり天然な鶴の一声。折れるかな。折れるだろう。ですから、つまり。わかったよ、わかった。ああ、折れた。早い、そして弱い。やればいいんだろ、やれば。だがな、絶対笑うなよ。あとしぐれ、お前は死んでも見に来んな。えらい、トールくん、よくやりました。え、とりあえず一件落着かな。まったく手間のかかるやつ。そうだね。あとは誰に舞台のビデオを撮ってもらうかだな。え、撮るの？ビデオに。当たり前でしょ、そんな面白げなネタ見逃せないでしょ。陰険。いや、それほどでも。褒めてない。はい、じゃあシンデレラの花島さん、ママ母の木下さん、ママ姉の本田さん、今言ったところから始めるわよ。はい、スタート。ちょっとシンデレラ、お城で開かれる舞踏会は明日なのよ。さっさとドレスを仕上げてちょうだい。まったく薄のろなんだから、お前からも何とか言っておあげ。はい、早く仕上げてしまわれないと。夕飯をぬかざるを得ません。泣くな。嬉しい、お姉さま、私のために泣いてくれるのね。何喜んでんだ。はい、ストップストップ。うるせえな木下、細かいことやいや言うなや。はいはい、魚谷さんもストップ。友人王子の出番はまだだから。そうよそうよ、引っ込んでなさいよ。それよりちょっと本田さん、あんた分かってんの。あんたは意地悪なのよ、意地悪な姉役なのよ。はい。じゃあいじめろ、いじめ抜け、再起不能になるまでシンデレラをいたぶれ。
うわぁ。すごいな、木下さん。熱入ってるね。ゆきくん。ゆき、生徒会のお仕事に出てたはずじゃ。うん。でも、ちょっと様子見に。いつからご覧に？木下さんがいじめろとかいろいろ言ってるあたりからだけど。いやー！見ないで！見ないで、ゆきくん！え？待って、みなみ！傷は浅いぞ、木下！みなみ！はーい、みなみ町でーす。どうしたの？調子悪いの？悪いと申しましょうか。私は絶好調よ。ミスキャストっつうかな。そもそも主役が花島って時点で間違いなんだよ。な、いたのかお前。いたよ、悪かったな。でも、すみません、京くん。ご期待くださいと言っておきながら、私は全然、頑張りが足りません。足りる足りないの話じゃねって。できると思う方が無茶だって。そうだぜ、トール。気にすんなよ。だいたい、トールがママーヌ役になったんだって、木下たちの嫌がらせなんだからよ。プリンスユキの陰謀ね。え？何のこと？こっちの話。ま、人を落し入れといて自分もママ母通役になっちまったわけだから、因果応報だな。人を呪わば、穴二つ。ですが、このままでは皆さんに多大なるご迷惑を。迷惑なんてしてねって。それに、さっきのトールの姉役も、ある意味キャラが立ってたぜ。そうよ、トールくん。キャラなんて、ぶっちゃけ立ったもん勝ち。目立てば設定なんて、後からついてくるものよ。うわ。ぶっちゃけすぎじゃ。自分が思う通りに演じれば、それでいいのよ、トールくん。私も、自分の思う通りに、役を演じるつもり。そう。シンデレラのドレスだって。もちろん。純部のよ。純白じゃなくて。つまり、いつもの花島と変わんねってことだな。いいのか、それで。花ちゃん。ありがとうございます。私、もう一度チャレンジしてみます。花ちゃんの姿勢を見習って。見習うのか？ドル君。花ちゃん。なんか、舞台の完成版が頭に浮かんできた。奇遇だな。私もだ。めちゃめちゃになるってことだな。待ちに待った文化祭当日。ああ、ついに始まるのです。始まるのですね、プリユキの皆さん。はい、モノコ先輩。ユキ君によるユキ君のための舞台が始まります。そうです。そうなのです。ビデオ班、準備はよくって。はい、一つ見逃しません。見逃してはなりませんとも。ユキ、ああユキ、あなたはなぜにユキなのでしょう。私の心をくすぐる白く気高き姿は、雪のごとく降り注ぎあまねく山々さえ、その神々しき魂の片鱗に打ち狂いつつ、それすらも凌駕する。副会長！うわー、びくった。後ろからいきなし怒鳴らんでよな。何じゃないですよ。やっぱりここにいましたね。あんた生徒会の仕事ほっぽって劇なんか見る気ですか。うんじゃない。だってユンユンの晴れ舞台だし見逃せないし、なおもちょうど来たなら見ていったら。ああ、でも席空いてないから立ち見になっちゃうね。見えないね、チビだからね。チビって言うな。おもろいよ、きっとシンデレラっぽいもの。はっぽいものって何ですか。シンデレラっぽいもの。だから何がっぽいものなんですか。これより2年 D 組の舞台、シンデレラっぽいものが開演します。皆さん、席に座ってお待ちください。あ、タイトルなのか。始まり。昔々あるところに、シンデレラという名の美しい少女がおりました。シンデレラは諸々の事情により、ママ母とママ姉にいびられる日々を送っておりましたが、心根も美しいシンデレラは、けなげに、謙虚に暮らしておりました。そして今日も薄暗い台所の隅で、空腹と涙をこらえながら、ママ母に命じられた仕事をこなしているのです。
シンデレラ？シンデレラ？母、ママ母の声が響きます。シンデレラの運命やいかに。シンデレラ！どこに行ったの？シンデレラ！シンデレラさん、どちらですか？ドレスはちゃんと仕上がったの？お城で開かれる舞踏会は今夜なのよ！シンデレラ！出てきなさいっての！私はここ。え？ってどこよ？うん、いい匂い。やっぱりお茶は、ウーロン。なに、のんきに茶しばいてんねん！あるいは昆布。知るかボケークラ！お母様、落ち着きましょう。そんな舐めた態度取ってるってことは、頼んどいたドレスはちゃんとできてんでしょうね、シンデレラ！できた、と言えないこともないわ。え？なに？そうなの？どこよ、そのドレス。あなたの、後ろに。布なの？雑巾なの？なぜにウエストから葉っぱが出てるの？胸毛とも取れるこのもじゃもじゃはいわゆる何なの？褒めてくれても構わないのよ。死んでも褒めんわ！どういうありさまやねんこりゃ！独創的な作品ですね、シンデレラさん。まあ、お姉さまったら恥ずかしい。独創的なの？それで片付けるの？ねえ、これを？お母さま、素人にドレスなんて作れるはずないじゃない。体張って笑いを取りに行きたいのなら止めないけれど。取りたないわ！話の進行上、あんたに頼まなしゃあないね。そうだわ。そんなことよりお姉さま、一緒にお茶はいかが？ああ、よろしいのですか？美味しいウーロン茶を取り寄せたの。ちょっとシンデレラ、あんた、そもそもなんでそんな優雅な暮らししてんのよ。美味しい。美味しいです、ウーロン茶。あんたも何ヘラヘラ茶すすってんのよ。でも、本当に美味しいのですよ。今夜はお城の舞踏会。流れに流れた噂では、その舞踏会、王子のお嫁さん探しも兼ねているとあり、自分の娘を玉の輿に乗せ、左内輪で暮らしたいママ母は、躍起になっておりました。くそ！拉致が開かない！お姉さまに何をするの、お母さま。お前の大事な姉ちゃんは預かった。返して欲しけりゃさっさとドレスを仕上げるんだね。お母さん、一気に悪です。お姉さま、なんてことだの。お姉さまが人質に取られてしまうなんて。これがミュージカルなら、動物相手に歌の一つも歌いたくなるほどの悲劇。すべては、どこぞの王子が舞踏会なんて寝ぼけたイベントを開くせいだわ。許すまじ、王子。シンデレラも、まだ見ぬ王子に違う意味で高鳴る胸を抑えられないようです。私も舞踏会に乗り込めたなら。けれど、お母様たちのドレスも仕上げなくてはならないし、困ったわ。お茶でも飲んで気を落ち着かせましょう。大丈夫さ。まあ、誰の声？心配いらないよ、シンデレラ。静かにしてください。窓のフラッシュは咲かないでください。きれい？いいえ、そんな言葉では言い尽くせない美しさ。あれは天使。そう、まさに天使の輝きです、雪。びっくりした。目がチカチカする。え？こんばんは。魔法使いです。言ってはなんだけれど、少し間抜けな自己紹介ね。失礼しました。なんだっけ。そうそう。心優しきシンデレラ。今夜はそんな君のために、どんな願いも叶えてあげるよ。まあ、どんな願いも、素敵。私の願いはただ一つ。
舞踏会場を灰になるまで燃やして。それは犯罪です。もう少しソフトで純粋な願い事にしてください。純粋？そうね。じゃあ、焼肉食べたい。純粋すぎて脈絡ない。シンデレラ！あら、いけない。お母様が。お母様、少し、苦しい、いやもう。さあさあさあ！ドレスはできたでしょう！ねえ。ドレスだわ。ちゃんと、私と娘の二人もある！わあ！まあ、いつの間に、あなたの力なの、魔法使い。俺の姿は今、お母さんとお姉さんには見えてないんだ。あのドレスは俺からの贈り物だよ、シンデレラ。あら、なんだか悪いわね。ちょっと、シンデレラ？はい、お母様。怪しいわね、このドレス。本当にあんたが作ったもんなの？どういう意味かしら。まさか、誰かから買ったとか、盗んできたとかじゃないでしょうねってことよ。これは困りました、シンデレラ。魔法使いからの贈り物と正直に言うべきか言わざるべきか。さあ、どうする、シンデレラ。困ったわ。シンデレラさん、すごいです。え、素晴らしいです。こんな素敵なドレスをお一人で作られるなんて、お上手です。あら、嬉しい。私の手作りのドレスをそんなに気に入ってもらえて。おーっと、シンデレラ！まんまと自分の手柄にした！黒い。ふん、まあいいわ。じゃあ、さっさとこのドレスに着替えて、舞踏会場に行くわよ！あの、シンデレラさんは、留守番に決まってんでしょ？ふえ！でもそんな！グッジョブ、魔法使い。あえて言及はしないけど、とにかく、お母さんたちの問題はなくなったわけだし、本題にちゃっちゃと入ろうか。本題？君の願いを聞くことだよ、シンデレラ。さあ、願いを。焼肉。はい、ちゃっちゃとカボチャの馬車に乗って、ちゃっちゃと舞踏会に行こうね。用意するよ。焼肉。半ば魔法使いに仕切られる形で、シンデレラも舞踏会に行けることになりました。さて、そんな舞踏会は今、盛り上がり真っ只中。ただ一人、王子だけが浮かない顔をしていました。おい王子、何ぶーたれた顔してんだよ。お前のために開いた舞踏会なんだぞ。誰か引っ掛けてこいよ。よりどりみどりちゃんよ。うるせえな、興味ねえよ。お前一人で行ってこいよ。お前そんなんだから童貞なんだよ。だからなんでてめえはそう恥じらいってもんがねえんだよ。今すぐどっかのコンビニで金ってもんを買ってこい。あ、心配してやりゃなんだその態度。お前こそ愛想ってもん買ってこいや。やんのかこれはヤンキー。上等だみかん頭、その顎ガクガク言わせろ。首を絞め合うほど仲の良い友人王子の骨身に染みる説得も虚しく、王子の心は晴れず、誰に誘われても踊ろうとしないのでした。王子様。なんだ、今こっちは忙しいんだ。私と踊ってくださいませんか。急に飛び抜くなよ。この女がいきなり近づくからだ。王子様、私と踊って。いいかそんなもん、他のやつと踊ってろ。踊ってください。断る。じゃあ王子様、だから断るっつってんだろ。いいえ、私と踊ってください。むしろ私と。なんなんだお前ら、うぜえな。消えろ。あの、踊らねえっつってんだろ。トール王子様、役名以外の名前言っちゃダメです。あのすみませんでした王子様、失礼します。え、じゃあまあ、もちろん王子はママ姉の誘いも冷たく断るのでした。な、断るのです。
おいおい、どうした王子、急に一人でうなだれて。俺、あ、俺なんでこんなことしてるんだろう。お前めちゃめちゃ素で落ち込んでんだろ。おっと、これは、あ、なんだ。なんでもいい、なんだっていい、帰りて。満を持してシンデレラの登場です。ここが舞踏会場。ドレスコよ。わあ、お母様見てください、綺麗で素敵な方ですね。黒やりました、シンデレラ。一発で会場の視線独り占めです。つかみは OK です。おいおい、上玉のご登場だぜ王子、誘ってこいや。ちょっと黒いけど。ちょっとじゃねえよ、真っ黒だよ上から下まで。なんであいつ一人お悔やみ色なんだよ。やばい電波出まくりじゃねえか。あんなん絶対誘わねえからな。シンデレラの美しさに一目で恋に落ちた王子はダンスの誘いをするのでした。なんでだよ。するったらするんです、早くしてください。あら、焼肉だわ。おい、俺と踊れ。断られた。何安心してんだてめえ。再チャレンジです王子。あ、人の気も知らねえで勝手なこと言うな。うっせえな、さっさと行けよ、話が進まねえだろ。肩の力を抜いてナチュラルに声をかけるんですよ王子。頑張れ王子。なんでそんなアドバイスされにゃいかん。おい、取り込み中、今ちょうど焼肉がいい焼き加減。肉食いに来たのかお前は。何、何か用なの。話をしないか、俺と話。そうね、今夜は脳水がうずくほど世界にはびこる電波が心地よいと思わない。頼む、もう少し会話が成立する話題を選んでくれ。あら大変、私はもう帰らなくては。よし、忘れないうちにこれを渡しておくわ。え、ガラスの靴よ、手がかりがなければ探せないものね。は、じゃあ確かに渡したわよ。俺が言うのもなんだが、情緒ねえなおい。12時の鐘が鳴り終わると魔法が解けてしまうシンデレラは、身の裂けるような思いを胸にその場から立ち去り、もう少し食べたかった肉。王子のもとにはガラスの靴だけが残ったのでした。おい、どうした王子、真っ黒姫帰っちまったじゃねえか。で、何持ってんだ。あいつが履いてた靴。お前、靴フェチかなんかなのか。ちげえよ、あいつが勝手に置いてったんだよ。わかってるよ、あれだろ、それ手がかりにして探しに来いってやつだろ。ああ、なんかあいつもそんなことほざいてた気がすんけど、なんで俺はそこまでしなきゃなんねんだよ。てど、痛えよ。せっかく会えるチャンスが手元にあんのに無駄にすんのかてめえは。それで男の看板背負ってるつもりか。おい待て、靴で人の顔殴っといて説教すんなよ。ぐだ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 、なんでお前は。そんなんだからバー、何度も言うな、訴えんぞこの甘。やってみろや、セクハラ怖くてレディースの過去背負ってられっかってんだ。地元警察なんざ私の庭だ。お前、女なのか野郎なのか、ただの親父なのか、この際ここではっきりさせろや。このまま行くと R 指定にされそうな発言までしそうな友人王子の心優しき説得に、王子もついに揺れ動かされました。そう、王子も心の底ではもう一度シンデレラに会いたいと願っていたのだと。願ってない、思ってない、望んでない。それから王子は友人王子の協力のもと、町中の娘たちにガラスの靴を履かせまくるのでした。ガチンコでサイズの合った女性こそ彼女本人と思ったからです。そしてついにシンデレラの住む家にたどり着くのでした。
つなんだけどさ。お前のもんと違うか？まあ、とても綺麗なガラスの靴ですね。この靴の持ち主を、あそこでぶーたれてる王子が探してんだけどさ。探してねっての？すみません。私の靴ではありません。ちょっとあんた！わあ！おほほほほ！ちょっとお待ちください！いいけどよ。あんまママ姉を乱暴に扱うんじゃねえぞ、こら。お母様、どうされました？バカね、あんた。見ただけで終わらせたらダメでしょ？いっぺん試しに履いてみなさい。もしかしたら、スポット入るかもしんないでしょ？ええ、でも、できません、そんな。私のものではないわけですし。入りゃいいのよ、入りゃ。そして見事、玉の輿に乗れりゃこっちのもんよ。でも、そんな。まだか。はーい、今すぐ。ほら、行くのよ、さっさと。でも、あの木とサイズが合わないと思われます。ちょっと、この子にも履かせてみてください。やっと。入った。入ったな。申し訳ございません。本当は私、花ちゃんと靴のサイズ一緒なんです。あれ、巣になってる。これは、つまり、どうなるんだ？サイズがあったわけだから。おめでとう、玉の輿。こんなやつがあいつの婿になるのかよ。これで私の老後も安泰だわ。ゆきくんとだけでどうでもいいのよ、こっちは。それは、違うだろう。展開間違ってんだろう。おめでとう。心から祝福させてもらうわ。何よ、あんた、王子様と結婚したくないわけ？そういうわけでは、ですが、信仰的にこれは、そうです。まだお一人、シンデレラさんがいらっしゃるのです。お前も余計なこと言うな。でも、乱暴はおよしなさい、王子。あ、出た。ではなくて、シンデレラさん。お姉様に危害を加えるものは、私が許さなくってよ。そろそろ来る頃だと思っていたわ。そのガラスの靴は、確かに私が置いてったもの。返しなさい。お前、なんでそんな偉そうなんだよ。誰よりも偉ぶってんわよ、あんたが。ここへ来た理由も分かっていてよ、王子。あ？なんだよ。お姉様に結婚を申し込みに来たのでしょ。待て！なんでそん、バカか！そんなわけねえだろ。いや、元をたどればそんなような理由だぞ、王子。ここ来たの。違う。違う！俺は、その、くそ。何なんだお前ら、さっきから。人をおちょくって楽しんでんのか？バカだな、王子。楽しいに決まってんだろ。とにかく違う！違うぞ、俺は！断じて、本当に！じゃあ、まさか私と結婚を。悪夢だわ。悪夢通り越して地獄だ、こっちは。なんだその迷惑そうな顔は。あなた、一体何がしたいの？お前こそ何がしたいんだ？なんかもうボロボロですね、王子。久しく口挟まねえと思ってた矢先に吐いたセリフがそれか。あ、話は聞かせてもらったよ。うわ、やっと来たわね。シンデレラさん、お知り合いの方ですか？私の忠実なしもべよ。しもべじゃないです、魔法使いです。魔法使いさんですか？魔法使い様、素敵。で、話は聞かせてもらったんだけど、君と王子の結婚はうまくいかないなって結論に達したよ。あら、そう。えらいあっさりだな、おい。当たり前じゃねえか。どこをどう見たらうまくいくと思ったんだ、バカが。やかましい、王子。王子様。シンデレラ、だからもう一度、君の願いを聞きに来た。君の本当の願いは何？私の本当の願い。お姉様と焼肉屋を経営したい。え？肉かよ！最後まで肉ネタ引っ張んのかよ。
では王子、お前がその経営をサポートしてあげなさい。お前が叶えてやるのと違うんか。なんて見事なお裁き。で、おい、素敵です、素晴らしいです、魔法使い様。あなたがお決めになったこと、子々孫孫まで伝えられていくことでしょう。いくことでしょう。魔法使い様、最高、素敵、かっこいい。バカバカだ。なんだってんだよな、結局は。すごいです、魔法使いさん、人気が終わりなのですね。ちょっと怖い。こうして王子とは別の道を歩くことになったシンデレラですが、焼肉屋は大繁盛。ママ姉といつまでも幸せに暮らしたということです。はぁ、やっと終わんのか。最後にシンデレラさんから一言お願いします。変な話。はい、ブラボー、ブラボー、ユキ、あなたの勇姿が未来英語を語り継がれることでしょう。いいえ、語り継がれていくに決まっています、決まっていますと。ビデオにもパッチリ録画しました。よろしくってよ。さあ、ダビングです、しまくりです、しまくりましょう。そうか、しまくるのか。あんたが言うとどこまでも卑猥に聞こえるんですけど。でも面白かったね、舞台。そうですか、よかったですね。さあ戻りますよ。ぐったかー、キリキリ歩き。キョウ君、ここにいらっしゃいましたか。おう、お探ししました。気がついたらいなくなられていましたので。さっさと着替えて避難したからな。何、お前一人？電波とヤンキーは？お二人なら次の舞台を見に行かれましたよ。次？ああ、水戸黄門か。そうです、陰謀です。お前の認識ずれてねえか。え、なんでもねえよ。さっきはお疲れ。あ、はい、お疲れ様でした、キョウ君。とっても素敵でした、王子様。素敵か？はい、踊っていただきたかったです。踊れねえよ。私も踊れません。ボケボケじゃん。はう、回るか、どっか。は、頼む、何度も言わせんな。やることはやったし、正直暇だから一緒にそこら回るかって言ったんだ。はい、ご一緒いたします。そうかよ、行くぞ。はい。キョウ君、キョウ君は舞台どうでしたか？楽しかったですか？あれが楽しかったとか言ったら俺はマゾだ。はい。あ、いや、いい、過ぎたことはもういい、後に残るもんでもないし。しぐれさんがビデオを撮ってもらうとおっしゃっていましたよ。は？どなたかに頼んで撮ってもらうと。結局どなたに頼まれたのでしょう。って、あれ、もみじだ。そういう話にすぐ乗るバカはもみじしかいねえ。あの、キョウ君、転ぶんやも。もみじ。ただいま帰りました。あれ、しぐれ、それって。およ、お帰りなさい、ゆきくん、トールくん。それってシンデレラの、本当にビデオ頼んでたんだ。うん、モミッチに。はあ。え、あれ、ですが、あの時、キョウ君が取り上げてしまわれたと思うのですが。ああ、あれ、ダミーだって。抜かりはないね、モミッチ。僕みたいだね。かわいそうなこと言うなよ。そうだね。うわあ。何？どうしたの、トール君。すごいです。テレビの中で私が喋っています。動いています。変な気持ちです。トール君、そんなタイムスリップした戦国の人のようなコメントを。それ、具体性があるのかないのかわかんない例えだよ。しぐれさん、もう最後まで見られましたか？うん、見たよ。これで3回目。そんなに見たの？うん、暇だったし。仕事は？いや、風が吹いてるから。あの、ご覧になられていかがでしたか？面白かったですか？そうだね、面白かったよ、特にキョウ君。でもさ、これってどこまでが台本通りでどこまでがアドリブなの？それは。なあ、演じた俺たちにもよく。変なクラス。なんでだ？キョウ君、
おかえりなさい。なんでこれがテレビに映ってんだよ。これ?これって?この前の劇だよ。あの時ビデオは…ビデオというか DVD ね。どっちでもいい。とにかくそれはあの時叩き割って処分したはずなのに。なんでだ?全国放送されてるから。嘘だろ。嘘だよ。屋根より高く殴り飛ばして。まあともかく舞台お疲れ様でした。あ、はい、ありがとうございます。まあ楽しかったよ。普通だった。ところでトールくん、今日の夕飯は焼肉がいいです。お前むちゃくちゃ花島の影響を受けただろ。だってさきちゃんがあまりに肉肉言うから。はい、了解しました。今夜は焼肉に決定です。焼肉なんてとっても豪華ですね。お盆とお正月が一度に来たかのようです。大げさな。じゃあ買い物に行こっか。俺はこれから焼肉を見るたびクソったれな劇のことを思い出しそうだ。タイツ履かなかったんだね、キョウくん。履かねえよ。焼肉です。タイツ見たかったな。今日のプリンスユキの議題は何でしたか、木下さん。我が貝原高校に君臨する生徒会長ユキ君をいかに有意義に、誠実に、かつ女性らしく支援していくかです、元子先輩。そうです、そうですね、木下さん。それはとても重要な議題なのです。そもそも私たちの存在は、あそこを軽やかに歩いていくのはユキ君、ユキ君。え、ああ、皆川先輩に木下さん。ゆきくん、授業が終わって放課後なのにまた会うなんて、なんかこれってすっごく失礼。こんにちは、ゆき。ごきげんるーしゅ。こんにちは。ごめん、遊ばせ。ゆきくん、これから生徒会でしょ。頑張ってね。私応援してる。うん、ありがわ、私、私も、私はもっと応援しています。応援していますよ、ユキ。あ、はい、どうも。私はその2倍応援してる。私はその3倍、いや10倍。あの空よりも、宇宙よりも。で、木下さん、あなたちょっと差し出がましいんじゃありません？元子先輩こそなんかがっついてるっていうか、みっともないっていうか。ああ、俺だ。ちょっといいですか。なに。うん、うん、皆川先輩、木下さん、すみません、呼び出しです。そろそろ行かないと。まあ、そうでした、そうでしたね。ユキはこれから会長としての大事なお仕事が待っているのでしたね。私たちと来たらお邪魔してしまって。ごめんね、ゆきくん。頑張ってね。うん、ありがとう。それじゃあ。ゆき、ゆきくん。そう、振り返らないで。私の胸に甘き調べを打ちたもう、気高きあなたは、類々たる花の限りを尽くし、舞い上がる天使のような聖なる光を放ちつつ。だから何かける。しつこいな、お前。すっごいね、毎日モテモテだね、ユンユンは。切る。切らないで。くったらないことでかけてくるなよ。充電もったいないだろ。あ、何それ、そのセリフ。ケチくさ。今さっき女の子たちの攻撃から助けてやったの誰だと思ってんのかな。というかさ、お前、俺が見えてるとこにいるの？後ろにいます。うわっ！おいっす。お前、ほんとバカ。さあ行こう行こう、防衛隊本部へ。生徒会室だろ、勝手に名前変えるなよな。ちょっと遅刻かね。またナオがギャンギャン怒りそう。ああ、そうだね。ユンユン。やあ君。今日も素敵だね、ユンユン。君、ちょっとドキドキ。俺には挨拶なしですか？かけるは、家でも同じクラスで会うから、必要ないもん。どうかと思うんですよ、僕は、その態度。それより、君、ナオはもう来てる？来てるよ。怒ってる？た
難関。レベルとしては？遅い！遅いんですよ、あんたたちは！いつもいつも！こんな感じ？おー、こりゃまた。レベル8くらい。7でしょ。じゃあ、間を取って、7.5？ 何ごちゃごちゃ3人でくっちゃべってんですか！どうせくだらないこととは思いますけど！まあまあ、なお落ち着いて。遅れたって言ってもたかだか数分なんだし、そこまで激怒しなくても。僕が怒ってる直接的理由は遅れたことじゃありません。ドーン！これです。何それ、すごいね。君もさっき見てびっくりしたよ。この木の切り株みたいなふざけたものを生徒会室の前に。なんだか居酒屋さんの看板みたいだね。よく中に運べたね、なお。重そうなのに。そんな居酒屋みたいなクソ重たい看板を恥ずかしげもなく生徒会室のドアの横に置いたのは俺です。そんなことなかったら。まあそうだろうな、タケルしかいないよね。笑い事じゃない。これは何なのかを聞きたいんです。居酒屋でも始める気ですか、未成年にお酒を勧める気ですか。居酒屋やんないけど看板だよ、看板。ここのほらよく字見てみ、ちゃんと。え、文字は書いてありますけど。学園防衛隊本部？ね、書いてあるでしょ。でしょって。ここは生徒会室だ！なんだよ、もうぶっちゃけうっさいな。何がそんなご不満なの、なおは。すべてが、あらゆることが、あなたの存在が！でも、この筆文字、すっごい迫力ある字だね。でしょ？いい味出してるでしょ？いいと思わない？誰が書いたの？月丸さん。誰？うっさ、知らないの、月丸さんを。信じらんない。有名なんですか？うちのアパートの近所に住んでるじいちゃん。知ってたじゃないか！へえ、うまいね、じい。あんたも何感心してんだ！あ、ごめん。ナオが全部突っ込んでくれるから、つい。ナオちゃん、疲れない？疲れますよ！ですから即刻持って帰ってください！月丸だか星丸だか知りませんけど、そんな！老人パワーを舐めんなよ、こんちくしょう！てば、いて！ナオちゃん、マジうっさい。黙って。僕だってこんなガミガミ言いたかないですよ！あんたらバカだ、みんなバカだ、出てってやる、こんなとこ。アホー。なお、家出しちゃったね。どこの小学生ですかね、あの子は。あの、それよりこの看板どうするの、置き直すの。置いてよ。これ持ってくんのかなり大変だったんだからさ。こういうことに関してはえらい頑張るよな、お前。あの、うわ、マチ。あれ、いたの、マチ。さっきからいたよ、ずっと。君が答えてどうすんの。おいおい、マチ、理由はあえて言わないけども、今日はいつものマチの10倍話さないと、いつものマチの10倍存在目立たなくなるぞ。別に構わないよね、代わりに君がいっぱい喋ってあげるから。マチ、だからそこでうなずくだけじゃわからないから。構いません、わからなくても。それよりこれ。何この紙。直訴？何の？会長に向けた誹謗中傷の紙です。え？中傷？なんですと？ある意味直訴じゃん。それ見せてみさい。こりゃまた程度の低いコメントですこと。でも嫌な感じ。ガラスハートなユンユンは砕けちゃうかな。うっさいな、なんて書いてあるんだよ。平たく言えばバーカ、女みたいな顔してうざい、消えろって感じ。は？砕けた？砕けようがない、今更。自覚してるし。ユキはそんな性分だな、ほんと。で、これ誰が書いたの？ワープロ打ちだけど。会議に出席する部やクラス代表の人たちの机の中に入っていたそうです。さっき数人報告にやってきて、置いていきました。何それ。やること暗い、その犯人さん。一人で机にコソコソ入れたんかな？見たいな、その姿。かけるも暗い。一人とは限らないんじゃない？複数犯かも。ああ、まあね。でもなんでユンユンの中傷が来るかな。君ならわかるけど。何それ、二人とも。ひどい。君、何にも悪いことしてないのに来るはずないもん。でも今日も女の先輩たちに囲まれてたじゃん。え？また？あれは、違うの。お姉さんたちが勝手に怒ってて。あんた、この学校全員の男が自分に惚れてるとでも思ってんじゃないの？
って言ってきたの。ひどいよ。君そんなことちっとも思ってないのに。だってせいぜい半分くらいだよ。思ってんじゃん。半分ってのが逆にリアルだな。ごめん町。それでこういったものって今回が初めてなのかなと思います。報告を受けたのが初めてでしたから。そっか。何にせよご苦労なことだな。高校生にもなって。放っておくんですか。そうだね。続くようだったら対処もするけどね。そうですか。どうして。別に。じゃあこれ処分します。うわぁ、なんかマチってばいつになく攻撃的な態度じゃない。そんなことありません。マチ、何、もしかして怒ってるの。怒ってなんかいません。でもなんか怒ってる感じだぞ。怒ってない。そっか、気のせいか。怒ってないこともない。どっち。会長が。え、俺、俺が何。会長が不快に思わなくても。ちょっと皆さん。あれ、おかえりなお。おかえり。短い家出だったね。お土産は。家出じゃないし、お土産もないです。バカ言ってないで、これ見てください。特にクラギ、今さっき報告を受けてもらってきたんですけど。ああ、また抽象文。もう見たよそれ。ネタかぶったね、ちびすけ。ネタ扱いしてる場合ですか。もう見たなら会長たちもクラギに注意してくださいよ。日頃の態度が良くないからこんなこと書かれて配られたりするんだぞ。クラギって。何それ、マチの抽象が書いてあるの。そうですよ。まったく、これじゃ生徒会のイメージがますます悪く。貸して。本当だ。おいおい、女の子に対してこの分はないだろう。要約すると、ネクラの破壊魔ってことだよね。でもマチって本当にそうだもんね。うわ、ちょっと。君、歯に衣着せなさすぎ。で、マチこれ知ってたの。知ってた、一緒に配られてたから。はあ、じゃあその分はどうしたん。関係ないから処分した。関係ないって。マチ、なんで先にこれ見せなかったんだ。気にしてないから。怒らないのか。本当のことだから。本当のことなら放っておいていいのか。会長。ユンユン、なんかすっごく怒ってる。怒ってないよ。怒っても仕方ないだろ。たく、どこの誰が書いたのか知らないが、いい根性してるじゃないか。絶対見つけ出す。すっごく怒ってるじゃないですか。怒りのオーラが見える。ああ、怒らせた。今から犯人の炙り出し作戦を実行する。は？え、作戦？作戦大好き、やるやる。いざとなったら科学特捜班を雇ってでも見つけ出す。ユンユンすっごい。やっぱりお金持ち。君、財力のある人大好き。家督呼ぶならダメじゃん、ユンユン。物的証拠破損させちゃう。ちょっと会長、生徒会の仕事は。そんなものは後でどうとでもなる。会長が言っていいのか、そんなこと。バカな王、俺たちが学園防衛隊であることを忘れるな。あんたも目行き来させて何アホなことほざいてんだ。マチも思い当たる節のある人物がいたら言うんだよ。待ってください、会長。会長こそ思い当たる人物がいたなら言ってください。え、なんで俺が。忘れたんですか、会長に対しても抽象文を書いたんですよ、この人物。ああ、そうだね。別にそんなことはどうでもいいよ。私のことはどうでもいい。さあどうする。とりあえずあれか、必殺技か。なんの。そんなの持ってない。聞き込みだよ、聞き込み。地味だよ。君の真似しないで、キモい。仕事は。ああ、でも俺聞き込みならいい協力者知ってる。そうなの、助かる。いやいや、ユンユンの人望のおかげでしょう、あれは。は、仕事。君もお話聞いてきてあげる。男の子ってみんな君に優しいから。人望ですな。人望なの。よし、君頑張っちゃうぞ。僕も頑張っちゃうぞ。仕事。ゆきくん。あれ、本田さん、魚谷さん、花島さんもまだ残ってたんだ。残っていたわ。
やう、王子。生徒会の仕事か？ご苦労さん。仕事っていうか、そうだ、一応。あのさ、この紙って見覚えある？ちょっと文面は見せられないんだけど。いえ、ありませんが。てか、そんなどこにでもある紙っきり、逆にいつも見てるけどな。そうだよね。その紙。ん？どうされました？花ちゃん。なんだか、その紙から、とても程度の低い人間の電波を感じるわ。え？お、久しぶりだな、花島の電波情報。あのさ、花島さん、もう少し詳しく人物を絞ったりできるかな？めんどくさいわ。花ちゃんすごいです。私などちっともお役に立てませんのに、花ちゃんはすぐにお分かりになるなんて素晴らしいです。あら、やだわ、トール君ったら。私の手にかかればこんな問題。へのカッパよ。へのカッパって？今めんどいとかなんとか言わなかったか、花島。でも助かった、ありがとう、本田さん。え、何がですか？相馬ゆき、さっさとその紙に触らせなさい。さっさと終わらせて、さっさとお団子屋にお団子を食べに行きたいのだから、私たち。はい。お団子、お土産に買ってきますね、ゆきくん。てか、おごれ王子、団子。さあ、楽になさって、真鍋さん。私たちプリンスユキは、ユキと親交の深いあなたを家族のようにお出迎えいたします。どうもっす。ご協力に感謝するっす。構わないわよ、真鍋くん。なんたって、ユキくんのためだもの。そうです、そうです。今まさに、プリユキメンバーたちが、その不届き千番な愚か者を探し出していますから。そりゃもう血まなこに。いやー、でもほんと不届きっすよね。ユキの中傷ばらまくなんざ。ごもっとも。今回の議題にもちょうど合う活動内容になりそうですね、南さん。まったくですね、元子先輩。議題って？我が貝原高校に君臨する生徒会長ユキを、いかに有意義に、誠実に、かつ女性らしく、支援していくかです。なるほど。見ていらっしゃい、どこぞの犯人。見つけ出した暁には、二度と天を仰げないようにしてあげますとも。二度と箸持って飯食えんようにしてやりますとも。二度とトイレに行けないように。二度と瞬きできないように。みなみさんったら、そんな張り切って。もとこ先輩こそ。大変だな、ゆきも。かける。うっす、ユンユン。ここに、校庭にお前も来たってことは。そういうことかね。犯人が分かった。お疲れ様。いやあ、協力者のおかげだし、犯人の身柄が逆に心配かも。何それ。いやいや、それよりそいつは、犯人はどこらへん？ほら、あれ。今ちょうどボールを持った、あのメガネかけてる。はあ！って、何知ってるやつ？あいつ、ショフラ、ハゲるタイプだ。おーい。いや、マジだって。俺わかるんだって、ハゲるタイプかハゲないタイプか。俺の予言百発百中当たるんだって。その証拠に俺の近所に住んでるおっさん、俺に頭見られたくなくて必ず帽子を。お前いっつもそんなこと考えながら人の頭見てんの？ああ大丈夫、ユンユンはハゲないタイプだから。そりゃどうも。そういや、ユンユンも将来は司令みたいに挑発にすんの？しない、絶対しない。ああ。うわ、びっくりした。いつの間にいたの君。突然でっかい声出さんでよ。お前もだよ。ねえ、犯人ってもしかしてあのメガネかけた男の子？うん、そうみたい。え、何？君も何か予言したの？予言？そんなんじゃないよ。ただ君とお付き合いしてくれてる男の子の一人だなって。へえ。それはそれは。お付き合いって一人とするもんじゃないのかね、ゆきくん。いや、俺は一人でいいと思うけど。すっごく君に優しくて、君のお願い何でも聞いてくれるんだ。すっごくいい人だよ。そら、いい人だな。お願い何でも聞いてくれるんだもんな。うん。あのさ、ちなみに君さ、
あいつにユンユンのことなんか話したりした？え、そうだな。キミにあんまり優しくしてくれなくて、キミ悲しくって傷ついてるんだって言った。キミの言う優しいには答えられません。なんで？キミの言う優しいは使える男か使えない男かだからな。町については何か言った？あんまりキミと仲良くしてくれないって。いっつも仏頂面してて、キミ嫌われてるみたいで悲しくって傷ついてるんだって。おいおいおい、キミ。ん？何？なんで二人とも呆れてるの？どうする？どうもこうも間接的にマチが被害を被っただけだったんだなってのはよく分かったけど、あのさユキ、そもそもマチもさ、ユキが悪く言われたのがムカついただけだと思うよ。何急に。マチが悪く言われてユキが怒ったように、マチもそうだったってこと。お互いにお互いのことで怒ったってことだよ。そうなの？てんねん。ちょっともう、今度は二人でこそこそ話してるし、なんなの？仲間外れはいけないんだよ。さて、今回の問題、どう終結したらいいと思います？リーダー。そうだな、どうしたもんかな。書いたやつも書いたやつだけど、少しは同情しないでもないというか。あの人、なんであんな抽象ばらまいたのかな。いい人だと思ってたのに。ねえ、なんででしょうね。同情しないでもない。ああ、マチ。まだマチも残ってたんだ。そろそろ帰ろうと思っていたところです。ナオは？帰りました、怒りながら。ああ、まあいいや、いつものことだから。それよりマチ、犯人分かったから。え？分かったんだ、犯人なんてことはなかった。だからもう、あんなバカバカしいこと起きないと思うよ。そうですか。あと、はい、ありがとう、怒ってくれて。それだけ。今日はお疲れ様。また明日ね。はい。会長。ん？私も、ありがとうございます。昨日の今日で気が早いかもしれないけど、何事もないって感じだね。よかった。君がちゃんと注意したんじゃん。あと、ブリ雪のお姉様方が。君に全面任すのはちょっと悪いっていうか、不安だったんだけど。いいんだよ。元凶は君なんだからさ。でも、あの犯人とどうなったんだろ、君。あれ？二人ともここにいたんだ。生徒会室好きだね。よう。今ちょうど君の話をしてたよ。え、そうなの？何何？どんな話してたの？いや、あの犯人とどうなったのかなって。ひゃー！やだー！ユンユンたら、やきもち？いやいやいや。穏便に話はまとめられたの？お別れしてきたよ。別れてるし。もともとなんか、うざったくなってきたところだったし、キリもいいかなーって。軽。ちゃんと別れられたんか？うん。普通にお別れしたよ。普通にってどんな？だからこれからはお友達でいましょうって。でもなんかうじうじ言ってきたから。君うじうじした人嫌いだから。うぜっつってんだろこのハゲ。へえ、やらかしちゃった。うわ、食らったんか。あいつも君のパンチ言ってよな。ご愁傷様。会長！へいへい。って何してんの、ナオ？あんた、証拠にもなく、この青臭い看板を大きくすった。あれ、置いてあったっけ、その看板。気づかなかった。おお、すでに馴染んでるってこと？やったー！あんたたちが注意力散漫すぎなんですよ。今日こそ持って帰らないなら焼きますからね。焼き捨てますからね。うわ、ひどいこと言うわこの人。どう思います、キミさん？キミのタイプじゃないな。タイプじゃなくて
結構です。まあまあまあ、よくわかったから。じゃあ、この看板は外に置かず、中に飾る。そういうことにすればいいだろう。いいね、それ、可決。秘訣！僕は今すぐこのたわけた木の塊を消去したいんです！なお。何ですか？譲歩するってことも覚えておいて損はないと思うよ。譲歩って負けた感じがするのかもしれないけど、そんなんじゃないと思うよ。すごく自分にプラスになると思う。だからいつもそんなにゃー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 どこぞの猫みたいに。猫？猫？いやまあ、あいつにもいろいろあるんだろうけど。ともかく、今のままじゃナオがもったいないよ。なんだかナオが、ナオの良さを潰してるような気がしてならないよ。だから、これはやっぱ入り口に飾るということで。なんでそうなる！かける口挟まない。わかりました、わかりましたよ。もう勝手にすればいいんだ。でも入り口に置くのだけは認めませんからね。絶対認めませんからね。ちくしょう、出てってやる。こんなとこ、え、足の鍵をタンスの角にぶつけちまえ。あらら、また家出しちゃった。子供の教育は難しいね、ユキ。お前が油を注いだんだろう。まったく。ま、放課後になったらまたプンプン怒って帰ってくるだろう。だな。そうだね。俺たちもそろそろ教室戻ろっか。午後の授業始まるよ。おお、そんな時間か。では一時解散ってことで。かけるとは解散できなくて嫌。いや、言うなよ。じゃ、また放課後。えーす。後でね。の、マジ。こんにちは。どうも。今日は会議があるね。よろしく。はい。じゃあ放課後。あの、の、看板どうなるんですか。看板？居酒屋の看板。あ、いや、あれ一応防衛隊の看板であって居酒屋のじゃって。なんで？マチもあれ嫌？捨てるのはもったいない。あ、マチもしかして密かに気に入ってたの、あれ。マチの趣味って変わってていいね。どうして笑うの？可愛いから。てね。そっか、わかった。じゃあやっぱあれは中に飾るってことで可決だな。外に置くとナオが怒るから。桜木くんは多分カルシウムが足りない。そうかもね。今度牛乳と煮干しをプレゼントしてあげよう。うん。